こんにちは。本日は簡単なのに手が込んで見える私の朝の定番ツナマヨコーントーストを作っている様子をご紹介したいと思います。材料はこちら、概要欄に材料と詳しい作り方を載せてありますので、ぜひ合わせてご覧ください。まずじゃがいもの皮を剥いていきます。ちなみにこのピーラーは貝印のセレクト100というものなんですけれども、じゃがいもはもちろんかぼちゃの皮もスルスル剥けちゃうほど切れ味が抜群でおすすめです。次はじゃがいもを細かく切っていきます。切れたじゃがいもを耐熱ボウルに移してふんわりとラップをかけたら、電子レンジ600ワットで5分から6分ほどチンします。竹串が通るくらい火が通ったら、缶汁を切っておいたツナを加えていきます。続いてマヨネーズを大さじ2加えていきます。続いてスイートコーンを大さじ1加えたら、全体に味がなじむようよく混ぜていきます。続いてフォークに持ち替え、フォークの腹を使ってじゃがいもを潰していきます。じゃがいもの潰し具合はお好みの加減でやってみてください。食パンにマヨネーズを塗っていきます。これはバターやマーガリンでも代用できます。先ほど混ぜたものをパンの上にたっぷりと乗せていきます。ピザ用チーズをたっぷりかけ、粗挽き胡椒をかけたら、オーブントースターでチーズがドロッと溶け、表面に焦げができるぐらいまで焼いていきます。目安は3分程度ですが、たまに確認しながらちょうどいい焼き加減を見てみてください。あっという間にツナマヨコーントーストの完成です。ゴロゴロのじゃがいもが入っているので食べ応えも抜群。材料はすべてボウルの中で混ぜているので、洗い物が少なく済むのも嬉しいポイントですよね。皆さんも朝ごはんやブランチにぜひツナマヨコーントーストを作ってみてくださいね。